はい、こんにちは、トールです。今回はですね、アニメ月とライカとノスフェラ2、の1話を見ましたので、こちらのですね、まあ皆さんに対する紹介っていうところと、1話の感想の共有っていうのをやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、まだの方もねいるかもしれないので、まずは一応作品紹介したいと思います。とはいえ僕はですね、アニメのみの視点で話しているので間違ってるかもしれませんが、作品としてはですね、こちら、月とライカとノスフェラ2はですね、まあ、小説が原作のアニメになりますね。いわゆるまあラノベ小説原作のアニメ。まあ、今まだね、小説が6巻連載中になってるので、完結はしてないっていうところなんですけどね、どうなんでしょうね。漫画も1巻、出てるということです。で、ジャンルがですね、一応ファンタジーと恋愛みたいなところが、入ってるみたいなんですけどね。まあそれはそのジャンルとしてはそうなんだけど、やっぱり自分的に興味深いというか面白いなと思ったのが、この話の舞台っていうのが、いわゆるファンタジー世界というよりは、どちらかというとまあローファンタジーに近いというか、まあ架空の地球だとは思うんですが、冷戦期のね、宇宙開発、世界大戦が終わった後に、アメリカとロシアがですね、まあ、ロシア、ソ連がですね、まあ宇宙開発の競争をしていたと、そういう話だったんですけど、そこをね、モデルに、しっかりされていて、国の名前変わってるんですけども、明らかに、まあロシアの、ロシア、ソ連の、まあまあ兵隊のね、話になっているわけですよ。まあそこのに出てきた、まあ少年とですね、まあ少女、まあ21歳だったんで、この少女は。まあ、少年少女というには、あれなんですけど、ともいえ2人のね、物語になってきますね。はい。で、まあ、女の人の方が、まあ、ヒロインの方がですね、吸血鬼という存在で、ここがやっぱり、ちょっとしたファンタジー要素になってくるんですけど、だからといってコウモリに変身したりはね、できないわけですね。はい。あくまでも、その現実世界の法則とか常識をベースにした、存在として書かれてるっていうところですね。はい。まあ、ちょっとしたサイエンスフィクション的なのかもしれませんけど、なんかめちゃくちゃイメージしていたファンタジーとは全然違いましたね。はい。そんなわけでですね、なかなかこう地に足ついた感じの作品として、期待できるんじゃないかなというふうに思います。いや、すいません、わからないですよ。僕は全然見たのでわからないですけど、もしこの話の展開的にね、なんかこの先の展開で、ね、あのヒロインが吸血鬼として覚醒してね、カメハメハで月を吹っ飛ばすみたいな展開だったら本当に申し訳ないんですけど、結構その自分的にはそのちゃんとした、科学技術的なところ、ロジックでちゃんと説明される、リアルに基づいた物語としてね、楽しめそうだなと思いましたので、紹介させていただきました。はい。じゃあここからはですね、結構、今回のね1話のね、感想を含めてですね、ちょっと踏み込んだ話をしていきたいと思います。まずやっぱりね、その物語の土台として、あ、こういう土台なんだ、面白いなと思えるだけのものがあるんですよね。それが何かというと、やはり、戦後の宇宙開発をベースに、しているというところですね。はい。明らかにですね、まあ、まあ一応名前は共和国と連合国ってね、なっていましたけど、まあ米ソの冷戦ですね、はい、対立になっています。で、ここでのその要するに宇宙開発をどっちがやるかっていうところで、人工衛星打ち上げるのどっちが早いか、動物打ち上げ実験どっちが早いか、そして今のステージは人類の、打ち上げ、つまり有人飛行っていうのをね、どっちが先にするかっていうところで競っていますね。はい。そんな感じでですね、まあ、この、煽ってるのも良かったですよね。はい。共和国の、大統領がですね、なんか、まあ、共和国、宇宙開発はね、まあ、共和国の勝ちやな、みたいな。ハンバーガー作りは、まあ、連合国の勝ちやな、みたいなことを言って、煽ってるところとかもね、すごい良かったんですけど、このあたりがね、なんか面白かったですね。うん、見ていても。オマージュというよりは、本当に、そのままリスペクトして描いてる感じがありました。宇宙犬の話とかもそうですよね。はい。そんなわけでですね、まあ総合的にはやっぱりこう戦後の宇宙開発ぎっちり書いてくれるところと、これのやっぱり面白いというかいいところは、リミットがあるんですよね、ちゃんと。つまりこの、まあ、2人のね、ヒロインと主人公の物語っていうのは2ヶ月の間なんだよと。2ヶ月後には要するに、まあ
順当にいけば発射されるっていうところで、まあその見通しがも出てるわけですよね。だから単になんていうか宇宙を夢見るね、男女2人がですね、なんていうかこうね、宇宙に向けて夢を追って頑張っていくっていうような話だったら別に何をしてもいいし、失敗してもいいし別に終わらせなくてもいいみたいな感じでこれからだみたいな、そういうところで終わると思うんですけど、もうしっかりとその国が全体としてこの2人を打ち上げることに対するバックアップをちゃんとつけてるわけですよ。だからそういう意味では無駄はできないし、2ヶ月後っていう期限も決まってるわけですね。だからこそその中で何を描くかっていうところのね、面白さ、腕の見せ所っていうね、そういう部分ができていてですね、自分はなかなか好感度が高かったですね。はい、なんか漠然と宇宙目指すぞだったらなんか俺たちの宇宙はこれからだみたいな感じでね終わってしまいそうで怖いんですけど、ともあれ2ヶ月という、まあ、リミットがですね、もちろんこれ伸びてもいいと思うんですけど、あの物語としては、ただ、序盤にちゃんとね2ヶ月っていうのがね決められてるところを示したのはなんかアニメとしてはね安心して見れるなというふうに思いました。それからですね、まあその中の、まあ、唯一の、まあ、地に足ついてないというか、まあ、宇宙を目指すんではあるんですけど、吸血鬼の部分ですね、ファンタジー的な吸血鬼とは、だいぶ違ってですね、まあ、目が赤いっていうのはなかなかね、珍しいとは思うんですけど、赤い目の人はね、ゼロではないですし、で、実際にその吸血鬼と言われていても耳が尖っていて牙があってっていうような、まあ、見た目の特徴は吸血鬼っぽくはあるんだけど、例えばその太陽の光を浴びたら、まあ、肌がヒリヒリしたりだとか、昼間は熱中症になりやすいみたいな、そういう部分ですね。はい。暑さとかね、光とかに対して結構過敏であることね、がわかりますし、あと、暗視能力がある、だから夜に行動していたっていうね。なんていうか、吸血鬼伝説って結構言われますよね。吸血鬼って、実はこういう体質の人たちの、もうあの物語、ね、こういう体質の貴族がね、ひっそりと暮らしていたから、そういう噂が立ったみたいなね、答え合わせしてみるとね、逆やったみたいな、そんなのがありますよね。単純にその例えば、よくあるのがニンニクとかがそうですね、ニンニクの匂い吸血鬼は嫌がるっていうのは吸血鬼の弱点としては書かれてはいるんだけど、でもそれは単純に、その吸血鬼と思われていた人たちが五感がすごく鋭いからその匂いに敏感で、で、ニンニクの匂いってきついので、だからうってね、ちょっとニンニクの匂い苦手なんよっていう風にしてたのところから、まあ広がっていったみたいな、そういうようなですね、なんか、そういう体質として、取ればね、考えていけそうなね、部分でですね、なかなか地に足ついて描いてると、いや、ここからわからないんですけど、ね、まあ、で、なんていうか、主人公たちのね、まあ、レフ君っていうんですけど、レフ君のイメージで思っていた吸血鬼っていうところで、一応、一般人的にはあまり知られていないっていうね、そういう存在みたいで、そのままのイメージでね、血吸うんかと思ったけど、みんなと同じものをね、食べてるっていう、そういうことになります。で、さっきも言ったんですけど、その牛乳とかね、食べ物食べるときもそうなんですけど、鼻でね、いろいろクンクンってやっていたんですよね。はい、ボルシチとか食べるときもミルクを用意してもらって匂っていた。あと、新しいもの食べるときはね、舌の先でね、ちょっと遊ばせるような感じでね、まあ、用心深く食べていたというかね、そういう形になっていましたので、はい、やっぱりね、なんか五感が鋭そうにはなっていますよね。はい、寒さに強くて暑さに弱い、そしてですね、まあ五感がものすごく鋭いっていうところで言うと、これはなんていうか過酷な環境下においても生きていけるために進化した人類のようにもちょっと見えてきますよね。はい、そんなわけでですね、まあ目が暗視が効くとかね、目が効くとかいうのもそうなんですけど、そういう意味でですね、吸血鬼の生態自体にはなかなか興味深いものがあるんだけど、それはなんか簡単なファンタジーというよりはですね、かなり生物学的な、見方ができるところで、つまりまあ考察が楽しい部分、なんじゃないかなというふうには思いましたね。はい、十字架の伝説もね嘘っぽいですし、はい、月をね、見ようとしていたのはあれは個人的な感傷なのかなとちょっと思ったりはしました。
そんなわけでですね、まあ、なかなか面白い舞台で始まってはいるんだけど、まだキャラクター自身はそこまで味がないのかなと思われましたね。これは1話においてはその世界観をバッチリとね、見せるだけで十分と、ね、いう判断にも見えてきますし、ここからキャラクターを掘り下げるためのですね、まあ、下地の回だったのかなというふうにも思いまして、このあたりがこうだんだん深まっていってですね、キャラクターの魅力とかですね、見てる方のね、愛着なんかもどん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 湧いていくとですね、楽しいと思いますし、2人の関係がねそれに伴って進んでいくと、ね、より楽しめるんじゃないかなと思います。レフ君は、まあ、何か問題を起こしたっていうようなね、ことを言っているの で価値観もなんというか吸血鬼を動物実験動物扱い、するのはあまりっていうふうに言っていたので、なんかねそのちょっと価値観が周りとはずれてる少年にはなってるんだけど青年にはなってるんだけど、でも彼は彼で結構場をわきまえてるというか、そのなんか、そんなん人道的にどうやってね、言ったりやとかね、怒ったりはせずに、結構その自分の身の程を知った動きをしている。そして、それでいて、まあ心は言ったら優しい青年として言われていて、まあ最後にですね、別れる時に人体実験扱いね、一緒にしてごめん、みんなを止められなくてごめんって言っている部分なので、結構その地に足ついて身の程をわきまえてる。ただ、何か起こしたんですよね。はい。この問題、起こした問題が何かっていうところがどうつながってくるかですよね。問題を起こして、ね、もうこいつはどうなってもいいやっていう扱いだったからこの任務を当てられたのか、それとも問題を起こしたこいつの性格とかっていうのは今回の任務 に向いてるぞと思われたのか、どっちなんでしょうね。はい、考えていくと、面白いと思いますが、ただですね、まあ、ヒロインイリナに対するですね感覚的な嫌悪感みたいなのはないみたいですね。ちょっと吸血鬼が怖いなって最初は思っていた、みたいなんですけど、むしろ今は可愛い女の子としてね見てしまっている部分が、あるようです。まあ、それはそれでちょっとどうなのかなと、いう部分もあるのかもしれませんが、ともあれですね、なんか これから2人はこれからっていうそういう感じですね。で、イリナもイリナでですね、なんか月を多分見ていたので月に対して思い入れがあるんでしょうね。はい、だとは思うんですけど、ちょっとそれもわからない、ただ人間に対してはまあ言ったらこう偏見があるというところで、人間は嫌いというね、スタンスを取っています、言ったら分かりやすい性格ですよね。はい、なんか人間に対して煽りを言うようなところも、あるので、まだそこまでの深みはねイリナからは感じない部分なんですよ。なんか吸血鬼自身の凄みは、あるんですけど、なんか、まあ、21歳で多分なんかの事情があって、はい、一応ね注意という役職をね持たされているわけですし、何かのポジションだとは思うんですが、ともあれですね、まあ彼女が何を思っていてどうしているのかっていうところは今後になってくると思います。まあ油断してはいけないって言っていたけど、絶対これね絶対レフに心許す流れだと思うんですけど、そこはまあまあ、いいとして、まあ裏側にあるものもですね徐々に分かっていくと楽しいかなというふうに思います。あとはまあそのアーニャさんですかね。はい、この方ねアーニャシモニャンっていう名前みたいですね。なんか妖怪ウォッチに出てきそうな妖怪の名前っぽくなりますけど、ニャが2つもついてるの珍しいなと思ってどうでもいいことを僕は思ったんですが、彼女は彼女として研究者なんですけど、あんまりこうマッドサイエンティフィックな感じではなくて、その例えば N44 番ってそのイリナを呼ばなかったことをレフを咎めたりするんですけど、別にねがっつり止めるわけでもなくて、なんというか名前では呼ばないって徹底してるというよりは、なんか名前で呼ぶことの危険性は理解してる感じがあったので、それこそなんかちゃんと優秀な研究員なんだなというふうなところが分かってですね、なかなかねそんなに悪い印象もなかったわけですね。はい、そんなわけでキャラクターのその掘り下げに関しては今後に期待という部分なんじゃないかなというふうに思いました。はい、そんなわけでまあ基本的にはその期待が大きいですね。ただ期待できるとこは大きいんですけど、まだこの作品だからこそ欠ける圧倒的武器っていうのは見えてないと思うんですよね。だからこれがまあ3話ぐらいまでに、見えてほしいなというふうには思いまして、現段階では僕のね個人的な感想としてはめちゃくちゃ面白いかはわからないでも、見ていて明らかに楽しい部分っていうのはたくさんあるというね、本当に地に足ついた描写っていうのをね、吸血鬼が出てくる物語としてこんなに地に足ついた、書かれ方するのっていうぐらいにはねされてるんですよね。はい、場所が変わった時にですね、書かれてる気が違うんですよね。植生が変わってるんですよ
なんかこの辺ね結構細かいなと思って、そういう意味では料理の描写もね良かったですね。なんかボルシチちょっと食べたく、なりましたが、そこに加えてですね、やっぱりその冷戦時代の業というか人類の背負っていた業みたいなところもそのごまかさずに書いてくれてるところが自分はすごく、嬉しいなというふうに思いましたね。あの宇宙犬マールイの話がありましたけど、やっぱり人間の業ですよね。で国としての対面のためにですね、まあ動物をやあの、まあね、犠牲にするとかですね、実際はもうすぐに死んでしまっていたけどしばらく生きていたことにしていたりみたいなですね、そういうところ、だから人間とまあ吸血鬼、つまり人間とまあ人間以外の、生き物に対する距離のつけ方、関係性の持ち方みたいなところを、ここに絡めてね書いてきたんだなっていうふうに思うと、まあ、いわゆる実験動物としての、今回のまあイリナがですねどういうふうにね関わっていくのか、どういう二人はどういう物語に行くのかっていうのは、興味深く見ていける部分じゃないかなというふうに思いますので、このあたりをね、期待していきたいかなというふうには思います。はい、宇宙犬マールイの、まあ現実では多分最初の宇宙犬が宇宙に行った犬がライカっていう名前だったので、今回のリョウの名前がライカだったので何か関係が、してくるのかもしれませんね。はい。あとまあ全然関係ない話なんですけど、宇宙犬といえばあのズビョズダチか。あの早口で3回、言ってみると大変なんですけど、ズビョズダチかズビョズダチかズビョズダチか言えましたかね。はい、まあそういう宇宙系の名前がなかなか印象的だったよっていう個人的な話ではありましたが、はい、そんな感じでまあその材料としてはかなり一級の素材が揃ってるぞと、で力も入ってる様子だってね。でもまだどんな料理かはわからないという感じなんですよね。その月に向かいって終わるのか、月に向かうことが大事なのか、それともその向こうに物語があるのかっていうところ、気になる部分なので、ちょっとまたねしばらくはね追っていきたいかなというふうには思いました。でまあ言ったら我々は現代に生きる人類のつもりではあるので、ある程度この冷戦がどこにどうね終わったのかっていう結末も分かってるわけですよ。で、だからある程度そのこういう結末迎えるよねって、あの月面ね、着陸あたりのところがいろいろ書かれるのかなと含めて大体分かってるような気にもなってるんだけど、でもそこに吸血鬼っていうそのフィクション要素が入っているね、つまり我々の思ってる歴史の裏側には吸血鬼的なフィクションがあったのかもっていうような見方でストーリーを見ることもできるし、逆にこの世界観においては吸血鬼というものが存在しているから、もしかしたら我々の思ってる宇宙開発競争の結末は別の形になるのかもしれないというね、つまりどっちに行くかまだわからない感じもですね楽しめるので、はい、まあ、そのあたりをね、楽しく期待していきたいなというふうには思います。そんな感じで、今回はですね月とライカとノスフェラトゥですね、を紹介させていただきました。はい、皆さんのね感想とかも教えていただけるとありがたいです。で、まあ、このチャンネルとしてはですね、まあ、今後もですね、こちらの作品ですね、しばらく追っていきたいなというふうに思っていまして、個別の動画を出すかちょっとわからないんですけど、毎週のね、ライブなどについて、毎週ですね、日曜日にですね、まあ、今週のアニメについて、語るという放送をして、それをね、またアーカイブにも残してますので、はい、そちらはですね、一緒に追ってきていただけると嬉しいかなというふうに思います。それでは、今回は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。